トレジャーハンターが2名おる。浜大根を見っけた。小さい。お宝は、ないだろうな。これは、大きそう。収穫します。浜大根の浅漬けは、辛くてうまい。今日は、穴釣りでロックフィッシュを狙います。ダイソーの樽を盛り。餌は、イカの塩辛で十分です。ハリスは、10センチくらいが最適なはず。良い子は、石の上になったら、ダメだよ。まずは、岩陰を探る。重りはそこから10センチくらい浮かします。あっちに行く。何これ。ここは、水深があるので、釣れそうな感じなんだけど。当たってる？グオー。はい、釣れた。カサゴです。とりあえず、キープです。
あんまりロックフィッシュがいない感じだな。ロックフィッシュは、いれば釣れるはずです。適正に処理しときます。穴、で釣りたいよな。今日は、穴釣りの動画を作るつもりだったのに。あれを持ち帰ります。塩。これで、腐敗しなくなったはず。カサゴの煮付けを作ります。下処理をした。すき焼きのタレを使ってみます。濃さを確かめる。かなり甘い。タレに水1でやってみます。すき焼きのタレに。水1。今日のちょい足しは、こんにゃく。浜大根を浅漬けにします。皮を剥いてみた。揉む。味を確かめてみます。濃い。水1を足します。いただいてみます。こんなに美味しいこんにゃくは、初めて。70点です。
普通の作り方の煮付けとほぼ同じ感じです。すき焼きのタレで煮付けを作るのはおすすめです。なぜだ。辛くないぞ。皮が辛いの？よく洗った。カレー。浜大根の皮は、剥いちゃダメ。応援をお願いします。